鼻かゆい。銀次鼻かゆい。そんな、じゃあ俺が鼻かくっていうのか、俺の。よし。さてと、親父ネタが通用したところでと。こんにちは。具合どうだね。それでも頑張り続けてるのって結構しんどいのよね。このままじゃ彼女の方までおかしくなっちゃうんじゃないかしら。おいおい、うちのティファのメンタル考えてくれよな。休んでくの？おい、アマチュアことしてんだよ。ちょっとほんとはしばりすぎた感じで。あー、布団干してー。銀次、布団干してー。あー、俺は自分の布団干したぜ。中身ねー、クラウド全然良くならないの。どうなんだろうな、キャ。なんだ、クラウドを中心に地響きが。奴らが来る。なんだって、クラウド。うわー、一体どうなってやがんだ。わしもどうなっちゃったんだ、今一体。これ何ですか、ウェポン。ウェポン来んじゃねえの。クラウドが呼び寄せたんだろ。地下のライフストリームが地表に吹き出すっていうのが。日常茶飯事なんですか、これ。ちなみに街の人々は。なんでもない、クラウドと一緒に中にいる男気。でも、音でかいって。ええってことよ。この俺様がそう簡単にくたばってたまるかって。でもこいつ汽車止められませんでしたよ。気をつけて。よーし、行くぜ。目に物見せてやら。うわー、うわー、下腹部を引きずる走り。あ、ドラゴンだ。畜生ウェポンの野郎めが、よりによってこんな時に現れやがって。もう、なんで飛んでるんだよ。あいつウェポン見てたら眠かってきた。でも近い近い、もう見えないよ。もう大きく使うなよ、画面を。なんなんだ、俺。まあ、初手リミットは安定でしょ。じゃ、マバリア貼るか。多分、マバリア系統だよな、これ。いった！死ぬ！生命の危機を感じている。ダッシュダイナマイ！おう、ダイナマイ！もう決めて、KR ガも決めて、ケットシーのダイスで頼む！ 5000 ダメージいくんだよな、運よかったら。いけ！いくつだ！ザコー！サザン。それでも、銀次よりは上。よし。まあ別に殴っていいだろ。これ水吸収入ってんのかな？銀次、ちょっと入ってる感じするのは今の水だろ。どうなんだろう。え、どっか行っちゃった。え、へそ曲げたんだけど、ウェポンが。なんなんだよ、あいつ。腰の怪我！これだから古来の奴らは困るよ。現代の奴らに比べて、度胸が足りてねえんだ。畜生も逃げるってのかよ。爆弾投げろ、爆弾。投石しろ。わからん、もう。天変地異が起きている。そして私も眠くなっている。はぁ。みんな緊張感ないね。お、よかった。ライフストリーム収まったんだって。ちまさか。ストリーム、本流の吹き上げか。比べ物にならねえどでかいのが来るぞ。ダメだ、逃げろ。でもティファとクラウドが、バカ野郎、人のこと心配してる場合か。いつかストリームが吹き出すか。うわぁ、時間がない、急げ。よくこんなところに構えていたな、住居、こいつらは。ティファ、クラウド、逃げろ。なんかまずいよ、これ揺れがどんどん広がる。クラウド、首取るじゃん、首取るじゃん。ちょっと待って、クラウド。どっか外に逃げた方が。避難した方が安全かもしれんな。何も心配しなくていいんだよ、クラウド。私がきっと安全なところまで連れて行ってあげる。担ぐのか？急ぎたまえ！はい！車椅子さすがに押すか。ギコギコと。いい、クラウド、行くわよ！よいしょ、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 よいしょ。成人男性だからな、クラウドも。おもろ、ちょっとこれ面白なんか。マリオカートのゲームキューブのやつみたいになってる。ダブルダッシュみたいになってんだけど、マリオカートダブルダッシュ。踊る、あー、危ない！クラウドーとティファちゃん、あー、ライフストリームの流れに飲み込まれるぞー。水なんだ。なんか、あの、波紋が広がってったんですけど。クラウド一石投じてるんですけど。あらー。生命。でもムービー見る、見といてもらう感じで。あ、じゃあちょっと伸びしとくから。またあくびして伸びしてるよ、こいつ。大丈夫か？回転させられてるぞー。あー、肩痛い。まあ、10時間寝てるからな。
ちょっとマイク切ってわしがあくびしまくる感じで音上げちゃおう。ムービーやんねえのかよ。え、何誰誰なの、聞こえないよ。ティファちゃんの記憶の中のクラウドがひょっこり顔を出すかもしれねえ。私そんなの知らない。違う、私じゃないよ。私そんなことしない。何を見ているの。え、クラウドになんかしてる時の映像みたいな。中に入ってこないで。でも介護の虐待ってあるらしいからね。助けて助けてお願い。なんだすごい抽象的だ。助けてクラウド、助けてみせろクラウド。いやー、あれだ、情報が入ってきてんだ、情報が。ストリームのよ、クラウドもそうなってたからな。そういう話をしていたね。あれ普通のとこ来た。いっぱいいるクラウドが。よりどりみどり選びたい放題クラウド。音でかい。こんくらいか。ここはクラウド。ああ、でっかいクラウドだ。万博クラウド風船状態。どうしたのクラウド、一体これは。あのね、ここはあなたの夢の中、それともあなたの意識なの。探してるのね、クラウド、自分を。手伝うよ、私も。本当のあなたを取り戻すため一緒に頑張ろう。でもどうすれば。まあ、一人一人封じ込められた密かな願い。大切な思いは誰にも知られることなく。星空の給水と、あの夜の二人の約束も偽りの記憶でしかないとしたら。ブリーチみたいになってきた。ニブルヘイムの門。5年前セフィロスと共にそのこの門をくぐり、そうして全てが始まった。通じているの、ニブルヘイムに。そうね、確かにそこから始めるのが一番なのかもしれない。洗いざらいクラウド。よし行ってみましょうクラウド。辛いかもしれないけど私がついてるから支えるで。ティファちゃんが縁の下やで、女房やで。女房だ。おー、ほらクラウド、給水塔がある。おじいさんの宿もあるね。村で一台きりのトラック、私たちが子供の頃がここにあったんだよね。これがあなたの記憶の中のニブルヘイムなのね。私のニブルヘイムと同じだから、ここは私たちのニブルヘイムだね。どうしたクラウド。5年前ここに2人のソルジャーがやってきた。セフィロスとは若くて陽気なソルジャー。その時の様子もう一度教えて。え、あ、これね。と、本当ならクラウドだったんですが、私はこの時初めて本物のセフィロスを見た。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするもんなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は。この人が英雄セフィロス。母はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ父は。でもね、正直に言うと、なんて冷たそうな人って思ったの。早送りしてすいません。さあ行こうか。嫌な予感がしたの覚えてるわ。勘いいね。クラウド来たで。てかこれティファちゃんの記憶辿った方がいいんじゃないの、ここに関しては。まあそういうもんじゃねえんだ。違うよ、違うよ、違うの、クラウド。言葉にするとロシルルデデラ。恐ろしくて、とても言葉には言い出せなかった今。でも今は隠さずに言うね。そこにいたのは、クラウド、5年前あなたはニブルヘイムには来なかったのよ。私待ってたのよ、でもクラウドは来なかった。で、本物のクラウドの見た目教えてほしいな、そろそろ。あの時派遣されてきたのはセフィロスともう一人。誰だった、知らんやつだったんでしょ。ああ、人見知り出しちゃった。最高か。セフィロスさん、まだ旅の疲れが残ってますね。キサー、こいつだよ、こいつ。クラウドではなかった。じゃあ誰だったんだと。答えはあなたが自分自身で見つけなきゃ。それが見つけられないとあなたは。急がないでクラウド、すっくりで、ごめんなさい、ね、寝起きなんす。寝起きでごめん、ティファちゃん。ちょっと、喋れない。はい。はい、自分探ししまーす。どうなんでい、クラウド B。クラウド C もいる。え？なんだ？あ、これね。
で次給水塔見に行くのか。答えを急いで自分を追い詰めないで。たくさんの小さな思いを確かめながら戻っていけばいいのよ。ゆっくり少しずつね。そう、例えばあの星、夜空の満天の星たち。あん時にいたのはクラウドなんだろ。え？あの星空ってさ、これどこで見たのこれ。給水塔だよな。だからニブルヘイムだよね、最初からね。だからそん時はもう偽りってことよね。クラウド思い出して。ちっちゃクラウドいる。そう、私この服を着てた。あの下ろしたてのワンピね、勝負ワンピ。クラウド背低かったんだね。出たー。男と女の幼馴染でありがちな男の方が当時は背が低かったネタだ。悪くない。いつかセフィロスが言ってたけど。何ですか？クラウドは私の話に合わせてこの記憶を作り出したって言ったけど、この星空はクラウドが自分で考えた。うん、思い出したのよ。ああ、確かに。星がとっても綺麗な夜、クラウドと私、二人給水塔でお話しした。だから私は、どんな時でもあなた本当のクラウドだって思ってたよ。ごめんなさい。ちょっと今回文章多いっすわ。私はあなたがニブルヘイムのクラウドだって信じてる。でもあなた自身は信じてない。ニブルヘイムにいたのがもう絶対クラウドなんだ。この記憶だけじゃ足りないよね。あ、じゃあ第2回ニブルヘイムクル、セフィロスと共にの時は、と来たのはクラウドでも何でもないやつなの。他の記憶は？他なんかしたっけ？記憶って頭の中から無理やり引っ張り出さなくちゃならないでしょ。だから間違ってたり、形が変わっていたり、でも胸の奥に眠る思い出は違うわ。きっとそれは偽物なんかじゃない。もしそんな思い出を読み覚ますことができれば。こんな滑舌悪かったっけな。本当に回ってないな今日。そうだ、何かしら私に関係のある思い出だと。ん？私が何か言ってそのことをあなたが思い出すんじゃなくて、クラウドが何か言ってもし私もそのことを覚えていれば、それがあなたと私の思い出。ねえ、何か話して。何でもいいからあなたにとって大切な思い出を。そういえばクラウドはどうしてそれじゃいられないのか分からんわ。足は早かったね。決心したように思えたんだけど、悔しかった。認めてほしかったんだ。強くなれば認めてもらえる。きっとこれは誰の思い出な。認めてほしい。誰に？わかるだろ、ティファニーだ。ティファニー、私どうして？鼻がむ。国だけど世の中の生きとし生きる実況者、滑舌良すぎだろ。あなたはごめんなさい。何のこと言ってるの？これ誰？これ幼少期クラウドか。ティファはあの時大変だったしね。マコーロの中でじゃないのか。自分のことで手一杯だったから、あの時の俺のことなんか覚えてなくて当たり前だよ。なんかちょっとネガティブ入ってんだけど。あの時俺にとっては大切な、悔しかったけどすごく大切な思い出なんだ。行ってみる？おどきなさい、そこのクラウド。先行くわよ。え？さあ早くみたいなこと言ってましたね。 A 連打したんでちょっとわかりませんでした。じゃ、降りれないんだけど、このクラウド邪魔で。どけどけ、蹴散らしていけ、ティファちゃん。あ、案内人で、右腕行くと。右上ね、右腕って言ったけど、この窓がどこに通じているかわかる？ティファ、それじゃ行くよ。何これ、電子レンジ？電子レンジじゃないのこれ。あ、電子レンジじゃないね、この窓。あ、これティファンチじゃねえの。ティファンチ絶対当たるぜ。ここほら、ティファちゃんちだ。あ、やっぱそうだ、ピアノ置いてあるもん。そうだそうだ、ここで何かあったっけ。私の部屋。うむ、俺この日初めてここに来たんだ。幼少期そうだった。いつもは空から見上げてるだけだった。侵入したのか勝手に。あれ、めっちゃいるぞ人が。おい見ろよ。なんかよくねえことしようとしてねえか。クラウドが来るぞ。なんか悪いのかよ、クラウドが来たらよ。あいつ入ってくる気かな。え、逃げてんの、ティワちゃんが。クラウドから。ちょっと何を、何したのよ、クラウド、あんた。この日、クラウドが初めて私の部屋に。で、知らんやつあげてんの、これなんなの。そうだったよね。クラウドのことあんまり知らなかったんだよね。ずっと小さな頃から仲良くしてたと思ってたのに。違うの？なんか入り組んできたな。ちょっとちゃんと物語見るわ。なんか余計なこと言わないにする。
記憶にない。一緒に遊んだ記憶もない。私のクラウドとの思い出はいつでも星空の給水塔が始まり。給水塔前か。え、この仲良い3人組と一緒だった。え、この男集団。俺はみんなバカだと思っていた。ええ、いつもどうでもいいようなことでキラキラ笑っててさ、子供っぽかった。まあね、子供なんてそんなもんだから。だって子供だったんだもん。名残があるな、子供的な。分かってる、バカだったのは俺なんだ。ね、とんがっちゃってよ、ツンツン頭がよ。どうしても仲間に入れてって言えなかった。あ、私の経験上仲間に入れられてもいじめられるやつはいじめられるぞ。そのうちさ、俺はみんなと違うんだ。あんな子供っぽい奴らとは違うんだって思うようになったんだ。わかる、とてもわかるぞ。 でももしかしたらクラウドがいっぱい動いてる。残像クラウド。ああ、そう考えてみんなの周りをうろついていた。どうしようもなくひねくれてた。そして弱かった。給水塔にティファを生み出したあの夜も俺は考えていた。ティファはきっとグリッドライなんなんなんそう、あの時は突然だったね。私もちょっとびっくりした。でも来てくれたんだ、ティファちゃん。でもね、確かに私たちはそれほど仲良しじゃなかったけど、クラウドが村を出てからはあなたのこと本当によく考えてたのよ。なんでなんだそれは。クラウドはどうしてるかな。クラウドはソルジャーになれたのかなって。村が窮屈すぎてクラウドソルジャーになったんだろ。これ新聞だって読むようになったの。お朝日、ありがとうティファ。後でこいつに言ってやって、きっと喜ぶよ。うん。あれ、幽体離脱して。ねえ、この日何があったの。何が特別な日。この日はね、クラウドの、なんか不穏だぞ。ティファのお母さんが、え、ティファってお母さんまでどうにかなっちゃってんのこれ。あ、これいじめられてんのかと思ったら、へこんでんのか。仲良し3人組のな、間を抜けてってって感じよ。音でかくしちゃおう。いいオルガンが響いてる。あの山の向こう何があるのかな。行かん方がいいですけい。いいですぜい。あ、みんなで行く。ニブル山は怖いよ。何人も人が死んでいるからね。生きては越えられない山。じゃあ死んだ人は。ママは山を越えていっちゃったの。ライフストリームに取り込まれたんだよ。あ、やっぱ鼻かみたい。ティワちゃん、あんまり話さないでくれ。まーす。私行ってみる。ニブル山を越えていく。わしは、そして母さんの死も越えていく。父さんもだ。全員の死を越えていく。ティワ一人で生きていけるもん。クラウドがいなくなって。パパもママもいなくなったって。腰抜け連中が、んだそのガキ、生きて返すんじゃねえ。左から行ったぞ、そのガキ逃げたぞ。待って。そしてクラウドが来るってわけよ。一人いなくなったら一人出せばいい。それが企業だ。さあ行くぞ。上場してしまった以上、人員の確保には、慎重に。よし、おい、一人いなくねえか。と思った頃にはもうそこにクラウドがいるってわけよ。おい、てめえら、ティファを一人にしやがったな。クラウドが黙っちゃいねえぜ。え？転がってんだけど、めっちゃ。ああ、俺は慌てて駆け寄って、でも間に合わなかった。二人とも崖から落ちたんだ。ちょっと。この時は膝がすりむいただけで済んだけど。あ、これティファ父？これ、うん、仲良し3人組か？誰だこれ。あ、ティファパパだ。呼び方合ってんのかよ。ノアどこ行った？ノア。ティファノーじゃないんだ。どうしてこんなところでティファを連れ出したりしたんだ。俺が説教かよ。まったく、お前が何を考えてるのか全然わからん。ティファにもしものことがあったらどうするつもりだったんだ。いや、こればっかりは。ちょっと、クラウドのママ、助けに来てよ。ティファは7日間意識不明だった。ティファちゃん、区切りよく眠りにつくね。死んでしまうかと思った。ワンウィーク寝たきりだったのか。俺がちゃんと助けていれば。悔しかったんだ。何もできなかった。自分の弱さに腹が立った。それからティファがいつも俺を責めてるような気がしてさ。俺は廃れてしまった。荒れていった。誰から構わず喧嘩を仕掛けて。そんな時だ、セフィロスのことを知ったのは。セフィロスのように強くなりたい。強くなればみんな俺のことを見直すはずだと。言いた、おどどどどどど。
強くなりさえすればティファだって俺のこと認めてくれると。ちょっと今日詰まるな。そうだったのクラウド。そうだったのクラウド。ごめんねクラウド。あの時のこと私がちゃんと覚えていればもっと早くに冤罪をかけられている。ティファのせいじゃないよ、俺のせいだ。でもあれは確か私たちが8歳の時よね。そうよ、見つけたわ。え、クラウドは5年前に作られたんじゃない。幼い日のその思い出は作り物なんかじゃないもん。だってティファが覚えてないからってこと。クラウド頑張って、あと少しを本当のあなたを捕まえるの。うむ、ホールドしに行こう。行きましょう、もう一度ニブルヘイム。なんだなんだ、一人のクラウドになった。先を越していった。スケスケクラウドさん、スケルドン失礼しました。さあニブルヘイムへゴー。何か他に思い出すことがあればいいのですが。8年間くらい過ごしてたんだったらなんかあるだろ、さすがに。なんか一緒に植えた木とかないの。なんか困、なんか一緒にいつも歩いてた通学路よみたいなのとか。待ってクラウド、なんだ、どこへどこへ行くの。信頼式マコーロ。え、それマコールじゃん。マコールへ、5年前のマコールへ。なんだ、生き生きとしている。マコールの時のなんか記憶がなんかぶっ飛んでたんじゃなかった、ティファちゃん。あ、これね。あーって保険効かないよーってなって、ずさんっつってな。この時のムービーは覚えてるよ、2回見たからね。あ、来た。あ、クラウドじゃない、これなんだっけ。じゃこれはマジで無関係な通りがかりの人なの。ザックス、ザックス、ザックス、思い出したのね。ザックスおーおーおー、クラウドはティファちゃん横に置いといてくれたの。セフィロスとニブルヘイムに来たのザックスだったのよ。それじゃクラウドはどこにいたの。怖い怖い怖い、なんかこれちょっと怖い。ねえクラウド、あなたはこれを見ていた。ザックスが浮遊したいと見ていた。ん、こっから出たんじゃないか。見ていた。いたんかい、これ誰じゃこれ。見ていた。どこで、ちょ怖い怖い怖い、盗んだ。盗んでクラウドがどっか走ってた。で、一本道、セフィロスのところに来たの誰だ。一般信頼兵です。背中を狙っています。やったー、母さんを、ティファを、村を返せ。あなたを尊敬していたのに、憧れていたのに。え、とどめ刺してんだけどクラウド、おいマジ、え、大金星なんですけど。解決したぞ FF7 が。クラウド、誰だお前、顔を見してみろ。クラウドだそりゃそうだな、そうだったんだ。え、一緒にいたのね。あ、私を見ていてくれたのね。え、いたの。え、うん覚えてる。あ、これクラウドだったの。そっか、クラウドだったんだ。え、はあ、なあクラウド、気分が悪いならそのマスク取っちゃえば。ああ、え、クラウドだったの。え、クラウドだ。そう、これが俺だ、横にいたやつ。ザックスになりたい願望があったのか。俺ソルジャーにはなれなかったよ。なれなかったんだ、頑張ったのに。絶対になってやるなんて言って村を出たくせにお調子者だなザックス。だから似てなかったのか。恥ずかしくて誰にも会いたくなかった。え、今は結構ねブイブイ言わせてるけどね。まあ連打が足りなかっただけだけど、素質あったと思いますよ、急にフォローする。あ、ティファちゃん、やばい、これは早々にマスクをつけねば。大丈夫かティファ、クラウドはおるぜ。お、ボディーランゲージタイプ、どんな気分なんだ。まあ飛び出した手前ちょっと顔は出しにくいですよね。やべ、なんかとんでもないこと起きてないか外で。え、えげつない救急車が走ってる。ちょっと俺は、いや、人命がこっちでも人命が失われつつある。
あ、これかよクラウド、これめっちゃ叩いちゃったやつじゃん私が。ごめんな、お前だったのが。約束守ってくれたのね。ピンチの時にちゃんと来てくれたんだ。来てくれこそしたが、ごめん、行くのが少し遅れた。じゃあこいついつ作られたんだ。いいのよクラウド。おお、ガラガラ、命ガラガラ、セフィロス、お前ごとき、まあ、納得はいかんよな絶対納得いかねえ。どうした左手、それ、何持ってるん。あ、お母さんの頭持ってんじゃん。いけいけいけ、クラウド、これとどめ刺さないと。猟奇的な男が逃げ出すぞそんな提灯みたいに持って、もっと抱え込んであげたら。左胸開いてんだからさ。キファ行くよ俺。クラウド、セフィロスにとどめよ。おうや、本当に昇格するぜこれ、クラウドソルジャーに。いけるいけるいける、虫の息虫の息、セフィロス止まりたまえ。何を考えているのでとでも言いだけな雰囲気。図に乗るな。左胸をやられちまったぜ。痛い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 、これは痛いですよ。危ない、左から左ズキズキしてる。そんなバカな、何がそがなバカな。俺人間じゃねえアップで見してくれよ今のとこ、今のとここそ発動心で作れよムービー。何やってんだ CG 班は、ちゃんとやれよ。いやナイスだクラウド、さすが FF7 の主人公なだけある勝ってるじゃんそれじゃあさよならだ、また会うためにね。どうなってんだこれ。でもじゃあクラウドはずっといたってこと、本当にずっとティファの幼馴染だったの。でもクラウドなんか覚えてること覚えてなかったとかさ、まあ、普通に人間でもあるケアレスミスだけど、そんなん言い出したら。覚えてること覚えてなくて、覚えてないはずのことを覚えてたり、いろいろ噂とかで聞くから。出た、完全体にならずクラウドが、そういう感じなんじゃないか。うわー、ああ忘れてた、この万博バルーンクラウドのこと。カラーボールとかたくさん中に入ってた子供がジャンプして楽しんでんだよな、このクラウドの中でさ。よーし、これでまた旅できるね。ちょっと早すぎるか判断。お、大丈夫か。あー、まあ完全体にはなりきれていない。どうしたクラウド、クラウドだ。うわぁ、魔法中毒だ、過度な魔法中毒だ。それ以外に見当たる症状がない。う、ティファ、あークラウド、本当にクラウドなんだね。あーティファ、やっとまた会えたら。水を、誰かクラウドに水を。バカ、みんなに心配かけて。クラウド大丈夫、これがやつだろ。これなんの、このポーってやつ、ライストリームの中にいるんだね。みんな待ってるよ、帰ろうクラウド、みんなのところへ。ああ、そうだな、帰ろうって人は一緒に。おー、あー、これ幻想的な映像と私のあくびがちょうど重なってよかった。前向きに捉えていこう。あら、いかいのうちゃんってやっぱこんな海沿いに避難したんか、みんなで。おい、大丈夫か、ティファ。よいしょ。ホリンちゃんがクラウド見てくれるんだ。ドンタコス帰ってきたのね、私。クラウドは彼は大丈夫。どうにか、こうにか。しぶとやろうだぜ、まったく。ドンタコス、私、ライフストリームの中で本当のクラウドを見つけたんだ。見つけたんじゃない、クラウドが彼が自分自身の力で見つけ出したんだわ。ああ、分かってる。疑ったりして悪かったな。しかし、お前に負けては大した女だぜ、まったく。なんとか生き残ってきましたが。人間って、自分の中になんでたくさんのものをしまってるんだろう。なんでたくさんのことを忘れてしまえるんだろう。不思議だよ。ね、
おい、ティファしっかりしろー。ティファー、もう、喋り疲れたよ。あ、息吹き返したんか、クラウドよ。みんなすまなかった、なんて言ったらいいのか。もういいよクラウド、謝ってばっかりだからね。そうだな。もう俺は元ソルなんかじゃな、ガン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 、グー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 。ソルジャーとしての話は、俺自身が作り出した幻想だったんだ。5年前、ニブルヘイムの出来事全部でしょ。ソルジャーになれなかった俺、それを恥じた弱い俺は親友だったザックスから、ザックス親友、ザックス親友だったザックスから聞いた話、さらに自分で見たことを混ぜ合わせて幻想の自分を作り出した。ああ、そしてその自分を演じ続けていたんだ。幻想かよ、その割には強かったじゃないか。私、体はソルジャーとほとんど同じなんだ。北条のセフィロスコピー計画というのは何のことはない。ソルジャーを作るのと同じやり方でしかなかったんだ。え？つまりは？ソルジャーは魔法を浴びるだけじゃない。実は体内にジェノバ細胞が埋め込まれた人間なんだ。良くも悪くも、心が強い人間はソルジャーになる。ジェノバのリユニオンも関係ない。でも弱い人間は俺のように簡単に自分を見失ってしまう。ジェノバ細胞とセフィロスの強い意志、そして俺の弱い心が生み出した人間、それがみんなが知っていた俺クラウドだ。ほーん、俺は幻想の世界の住人だった。俺は俺の現実を生きる、ひねくれ者のクラウドくんね。それじゃ今までと変わんねえぜ。あー、ところでクラウドさんのこれからどないするんですか。まさか船から降りるなんて言わんといてや。鼻を噛むぞ。鼻噛むんかい。メテオが降ってきてるのは俺のせいだ。あ、渡しちゃったからね。だから俺にできることは何でもやるつもりなんだ。おい、星を救う戦い続けるんだな。どんたこそがよく言ってただろ。え？おう、あれだな。何々わからないよ。俺たちが乗った列車は途中下車できないんだ。俺たちが乗った列車は途中で降りれない。俺たちが乗っちまった列車は途中下車はできないぞ。今日はもう終わりだ。親が帰ってきた。お話感動しちゃいました。自分も弱い人間ですから、クラウドさんの表情を変わります。さあ、いつだってか分かりません。準備をどうぞ。で、結局クラウドってコピーなん？